21便をお選びいただきまして誠にありがとうございます。操縦席より飛行状況のご案内、ご挨拶を申し上げます。当便1871便は、皆様のご協力をいただきまして帝国に羽田空港を出発しております。現在離陸いたしましてから15分が経過いたしましたが、先ほど富士山を見に行って見ながら伊豆半島の上空を通過いたしまして、ただいまちょうど駿河湾の上空すべて順調に飛行を続けております。ただいまの飛行高度は34,000フィート、海上約10,400メートルの高度、強めの向かい風を受けまして大地速度は時速で約 720km にて飛行しています。この先会津市上空から紀伊半島串本、その後四国の南を通過いたしまして宮崎市の上空を経由して鹿児島空港へと向かいます。このままありますと目的地鹿児島空港、定刻よりも5分ほど遅れまして14時45分の到着を予定しております。なお本日のコール上の気流の状態ですが、全般的にはこのような安定したスムースな気流の状態を予想しております。先ほどよりシートベルトサインも消灯しております。しかしながら現在ちょうど航空機の前方から風速50メートル以上の強い向かい風を受けながら飛行しています。予期せぬ揺れに遭遇する可能性もございますので、どうぞご着席の際は常にシートベルトはお締めくださいますようお願い申し上げます。先ほど入手いたしました鹿児島空港の周辺の天候でございますが、晴れ、気温は22度と報じられております。でまた本日11時40分頃、桜島が噴火したそうでございます。上空の風面から推測いたしますと、当機の鹿児島空港への侵入中、場合によりましては機内に火山灰の匂いが充満することも考えられます。特に異常ではございませんので、その点につきましてはどうぞお安心くださいませ。ではこの先短い飛行時間でございますが、どうぞごゆっくりとお過ごしください。本日の日本航空のご利用誠にありがとうございました。